今回はなんとあの筋肉のスーパースタープロタンさんが僕をね、鍛えてくれるということで、声張った方がいいですかこれ？どうなんですか？いろいろカオスなのよ。あ、ちょっと声張った方がいいし、俺映っちゃってるし。そうか。今日は筋肉のスペシャリストプロタンさんに、はい、鍛えてくださるということで、はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、いや、わざわざ僕からねちょっとコラボお願いして、はい。まあ、さっき唐揚げ食べてもらって、ちょっと腹パンパンっすね、はい、マジで。想像以上に10人力が悩んでたんで、ブレイキングダウンについて。いや、結構相当悩んでたんですけど、はい、まあ、悩み的な相談は、はい、プロタンさんのチャンネルでやった、はい、はい、今日はまあそのちょっとでも格闘技に使える筋肉というか、はい、10人力は鍛えたことあるの？鍛えたことはまあありますね、プライベートで。まあちょこっと これだけっすよ、うん。それ入院中のリハビリのそれやつじゃん、それ。今日は格闘技に使えて次出るんだもんね。確定ではないですけど、はい、多分その時めちゃめちゃ強くなってるように、はい、ちょっと今日できる限り教えたいと思います。いや、筋トレお願いします。結構ガチで、はい、ガチコースでお願いします。ガチコースでいいですか？はい、じゃあ行きましょうか。はい、耐えられますもんね、絶対。頑張ります。はい、余裕してたんで。そう、余裕とは言ってないですけど。余裕って言ってたじゃないですか。ああ、余裕です、余裕です、はい、全然。じゃあ余裕っすね。やりますか。はい、じゃあお願いします。お願いします。で、まずはやっぱデッドリフトだと思うんですよ。デッドリフトってやったことあります？いや、わかんないです。やっぱその格闘技って俺も全然詳しくないですけど、やっぱ足腰じゃないですか。はい、足腰と背筋の力だと思うんですよ。だから背面が強い方が絶対強いと思うんですよ。だからそれを鍛えるすごい大々的な種目、はい、デッドリフトってで、ここからバーをこう上にここまで持ち上げる。で、この時に足のこの太ももの裏も使ってるし、この腰も脊柱ですね。こういうふうに。あ、垂直になるってこと。垂直に。はい。まあ基本的にバーは持ち上げる時にちょっと溝落ち気味に持ってくるって。まあ垂直というよりもうちょっと気持ち背中寄りにこっちに。こんな感じで、背中もグイッて収縮させてやってみてください。それを何回ぐらいですか？まずはアップなんで、これは全然10回ぐらいですよ。もうちょっと足狭めて、はい、まあ、ちょうどいい感じで握って、もう少し気持ち握り拳1個分離して、両手、そうそうそう、で、背中丸めずにしっかり背筋伸ばして、ギュッとケツ突き出して、うん、いや、もうもっとこういう感じですよ、こういう感じ、こういう感じです。はい、代弁する脳クソするんじゃねえんだから。それ高速で便器になる、その便器なくて脳クソするやつで、それ。はい、その真上に、そう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 っす。いや、ちょっとなんだろうな、こうコースよ、こう見てください、俺のコースよ、こうなっちゃってるんで今、こうなっちゃダメっすよ、こうしっかり傷つけ出して、あ、そうそうそう、あ、そう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 、それで上にグイッと、はい、腕の力使わずに、もう本当に足と背中で持ち上げるみたいな。あ、そうそうそう、足と背中で持ち上げる、そう、結局足腰と背中鍛えたいんで、腰を、腕はただ、そう、腕はただ、はい、支えて引っ掛けてるだけです、ホックとして。わ、いいね、いいね。これまだ20キロですから、じゃあちょっと上げていきましょうか、重量。よし、一回下ろしてもらって。ただの運動不足じゃねえか。これいつも何キロやってる？いや、これ140とか。140？はい。これちなみに20キロっす。ああ、マジか。今のうち、相当きつかった。はい、マジっすか。じゃあまあ、軽くいきますんで。はい。20キロつけてもらって。
えー、やば。え、これで40ってことですか。これで60です。あ、60、まあ、さっきと同じようにこうやって太ももと背中使ってしっかり。もうちょっと足近づけた方がいいですよ、バーに。あ、そう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 、あんまり離さないで、腰痛めちゃうんで。しっかりケツ突き出して、はい、そうです。おや、え嘘腰痛い。ちょっとさすがに重すぎっすね。もっと腹圧高めて、腹の力入れて。いや、いい、しっかりここ使、そう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 、力入れて、はい、あと10回、1、腹圧高めて、1、はい、リズムよく、リズムよく、2、休憩しない、休憩しない、休憩しない、2、はい、はい、3、はい、いいね、いいね、はい、4、休憩しない、休憩しない、4、いいね、はい、5、5、あ、いいね、ラスト5、リズムよく、リズムよく、あ、リズムよく、1、はい、もう2上げる、2上げる、もう今上げる、上げる、上げる、2、しっかり腰使ってね、背中、はい、3、ラスト3、3、3、あと、あと2、はい、ラスト、よし、よし、お疲れです。次じゃあ20つけて100でやりましょうか。次は100、マジっすか。当たり前って勝つんでしょ。勝ちます、はい、マジっすか。はい、さっき60キロだった、はい、プラス40キロ。え、これ余裕なんですか、プルタンさん。余裕じゃないですけど、まあ余裕っちゃ余裕です。え、なんか耳鳴りしてきたんですけど。耳鳴りしない、耳鳴りしない。しないですか。富士山じゃないんだから。5回でしょ。いや、まあ、じゃあ5回にしますか。絶対重いですよね。もうさっきより40キロぐらい上がってるんで。明日歩けるかな。キロ歩ける。しっかりつけてね、膝を。そうそう、なるべく詰めて。はい、力入れて、腰しっかり突き出して、ケツ突き出して、上がんない、いや、上がんないです。え、ちょっと待って、消える、消え、だから上がんない。え、それ悔しさを思い出しましょうよ、悔しさを、あの時の、あの時の悔しさを思い出せ。青汁に見えてきたでしょ、これ色は。青汁、あー、やられますね。はい、なんかコツはあるんですか。コツはやっぱ足の力も入れないと。足の、うん、腕だけで上げようとしてるからダメなんです。足をしっかり、全部の力なんで、全部連動させて、
まあこれは余裕と。余裕ですね。余裕です。はい。じゃあちょっと重量上げていきましょうか。わかりました。はい。じゃあ10キロぐらいつけちゃおうかな。10キロ、ああ、合計20ってことですね。合計20で30秒。30か。やっぱりこれ強い方がこう、はい、胸ぐら掴むとかあんまないから、引っ張る力強くなるんで、はいはいはい、ここで上腕上腕に行こうと。こう刺激を乗せた状態からこう、軽いですか。いや、ちょっと遠ざけて。上がんないっす。勝てないよそれじゃ。ほんと集中しよう。笑いに走っちゃダメだと思う。もう笑いは今までで終わり。もう満点。よし、行った。ほらほらほら、行けた。はい、あと10回。はい、1。はい、行った。はい、2。はい、はい、3。はい、次4。おい、いいね、いいね、いいね。5。休むな。5。5、いった。はい、あと5回。大丈夫、いける、いける。悔しさ。はい、6。はい、7。いける。悔しさ、7。憎しみに変えて、8。8、いいね。はい、ラスト2。はい、9。あと3回行こう。オッケー。で最後、はい、足腰、まあ、腕鍛えたし、腰も鍛えたし、はい、次やっぱこの足だよね。スクワットかな、はい、最後は。それやって終わりますか。体力的にもちょっと。スクワットってマジで大事なの。はい。踏ん張りで。足腰強くないと何でも力出なきゃいけないです。スクワットやったことありますか。いや、ないっすね。でこういう状態でお尻突き出す。あー、なんかさっきの体勢は同じなんですね。はい、これまあバーなんで。いや、もうちょっと幅広くて、あの頭入っちゃって、そうです。はい、もうちょっと下ら辺に乗せて、はい、そこら辺ですね。で、しっかりそうケツ突き出しながらしゃがみます。肩幅、肩幅ぐらいです。そう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 、うまいうまい。で、上がる上がる。最後までしゃがんで、うん、まあ、いけたら最後までしゃがんで上がって、そうですね、ケツ突き出した状態で、で、体は丸まらずに。あ、うまい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 。もうちょっと幅狭くていいんじゃないですか、握ってる。はいはい、まあ握りやすい位置でいいですよ。それは広くて握りやすいんだったらそれでいいし。で、ケツ突き出して背中丸めない。そのまましゃがんで、そのまま上がる。ケツ突き出したまま。あ、そうそう、はい、立ち上がり切ると力抜けちゃうんで、はい、うん、立ち上がり切る手前ぐらいで。あ、そうです。あ、いい、さっきより良くなってる。はい、 OK です。じゃあ一回やめて、じゃあ次100キロでいきますか。これ20なんで、はい、はい。
体大丈夫なんですかね、体って。じゃあ60で。ああ、60で、はい。傷つき出す状態のまま、これまあ10回いけたらいいですよね。まさか悪かったらしい、はい、腰気をつけてくださいよ。じゃああんましゃがみすぎず、はい、無理しない程度で傷つき出してしっかり腰痛めないように。後ろに転びそう。じゃあ戻そう、一回戻そう、一回戻そう。危ないっす、危ない。え、何年やったらできるんですか。いや、もうこんなのまあ1ヶ月やりゃ大体結構形になってきますよ、ちゃんとやれば。で、体の使い方ができてないんですよ多分。しっかりガタイいいのに。もったいないって言われるんですか、ね、うん、もったいないですよ。で、こういうの2ヶ月ぐらいあれば多分100キロ上がると思いますよ。3回やっていいですか。しっかり腹に力入れてね。腹式呼吸みたいな感じで。で、ケツを突き出しながらしゃがむ。あ、いい、あ、いい、さっきより全然うまい。3、サウナかい。いや、情けないですね、マジで。ミクルさんは結構できるんですか。ミクル君は一番最初にコラボした時に、はい、もうベンチ100とかもうできてた。やったことないって言ってたのに、もうバテてなかったですか。バテてないです。どうなってるんですか。デッドリストもあれよりも重量重たいのでできてたし、初めから。どうなってるんですか。化け物ですよ彼は。まあちょっとまだこんな感じなんですけど、まあブレイキングダンスで、まあ次出れたら勝ちです、ね、うん、次ボコボコにしましょう。マジで次もう20秒ぐらいでいいじゃないですか。20秒で決着つけたいですよ、うん、今までちょっと茶番でそういう発言してきたんですけど、うん、マジ茶番じゃないですもん。マジで本気でやるんで頑張ります。はい、今日はありがとうございました。ありがとうございました。応援してます。いや、汗がおかしいもん。汗やばいっすよ。え、汗かかないっすか。全然まだウォーミングアップするらしいです。ウォーミングアップ、はい、今のでウォーミングアップする、はい、嘘でしょ。本当っすよ。すごいな。 Oh, man.